あなたは漆という素材を知っていますか？蒔絵という技法を知っていますか？蒔絵、およそ1200年前に生まれた伝統技法。これは漆芸作家浅井康弘の蒔絵螺鈿箱奇跡の5年にわたる蒔絵作品制作の物語です。制作は山作りから始まります。父親と共に育てた漆の木から一滴ずつ集めた漆液、15年育てた樹木から一夏でわずか200グラムの漆を採取し、漆の木は伐採されます。2001年に鳥取で始まった植樹は現在200本を超えました。1200年前から伝えられた素材、技術、大きな震災や戦火に見舞われながら一度も途切れることなく伝わった蒔絵。作品は1200年後へ向け歩き始めます。京都、堤浅吉漆店。2018年夏、漆芸作家浅井康弘。制作を開始してから3年。2019年春、2019年夏。Thank you.
2020年春。2020年夏、2020年初秋。5年の歳月をかけて一つの作品が生まれました。マキエラ電箱奇跡は、天体の瞬きに自らの鼓動や吐息を同期させるイメージ、淡々と行われる美への追求は、雄大な美術史への敬意とともに新たな挑戦でもあります。そして浅井康弘は、新たな作品制作のため今日も作業部屋に入ります。人生最後の一日までこの作業は繰り返されるのです。